ゆりです。一時帰国シリーズ第3回、ついに離陸しました。香港国際空港、飛ばない飛行機が整然と並んでいます。のサービスはいつも通り、免税品の雑誌はありませんでしたが、お話が載っている雑誌はありました。このような映画が放映されているようですが、ちょっと見る気はしませんでした。機内で書類が配られます。税関の書類と入国する皆様へという書類、こちら揺れても飛行機の機内で書くことをお勧めします。誓約書は最新の書式で手に入りました。ダウンロードするより飛行機の中でもらった方が一番新しいものが手に入りますし、これでないと受け付けられません。日付のところ、あいにく私は令和はいまいちよくわかりません。西暦の記載ができると大変助かります。一点順序が逆になりますが、質問票については空港でのチェックインが終わった段階でオンライン上で回答を済ませ、スクリーンショットしておくといいです。機内食が出てきました。飛行機に乗る前は食べるかどうか迷っていましたが、実際に飛行機に乗ってみると人も少ないですし、ここから先時間もかかりますので食べることにしました。デザートのハーゲンダッツ、コーヒーもいただいたのでアフォガード式にしていただきました。美味しかった。そうこうしているうちに到着。日本人ではない方から先に降ります。成田空港、飛行機を降りたら一箇所に集められ、まず書類確認。旧式の誓約書は受け入れられませんでした。揃っていることが確認できたら、次は抗原検査。レモンの絵を見ながら唾を出します。結果が出るまで約2時間程度かかるようなので、その間にアプリチェック等説明があります。携帯電話は実際に設定の画面に進んだりとかして細かくチェックされます。ここで設定が完了していないと、係員の人と一緒にダウンロードをしたり変更したりすることになります。追加で書類もいくつかもらいました。滞りなく最後まで説明を受けたら、結果が出るのをひたすら待ちます。無事陰性が確認できたら、荷物を取って税関を越えて到着ロビーに出ることができます。私はハイヤーを頼んでいたので、お迎えの場所まで行くことにしました。今回隔離を民泊で行うので、そこまで一気に移動します。約2時間くらい。ちなみに今回民泊というふうに言ったら、ちょっと一瞬係員の人がんってなったので、親戚の家とか言った方がいいのかもしれません。あと便利だったのは、首から下げるタイプの携帯カバーに付け替えておいたことです。車内は運転手さんの席と後ろの席とビニールで区切られていました。次回は隔離生活についてです。ハチギン、ゆりでした。